皆さんこんにちは、タクタでございます。ビハレン長崎の夢大使ということでビハレン長崎を応援する一人でございます。そしてマスコットのビビ君の応援団長と自称申し上げてもいいかと思います。まあ、私の横にこのポスターがございますけど、皆さん昨年はビビ君、これ53チームの中で2位というのは素晴らしいことですよね。そしてビビ君の人気もどんどん長崎だけでなく広がっております。さあ、そこで税理部総選挙2020年は1月の20日からですね、期間が31日の金曜日まで12日間、皆さんの投票によって1、2、3と順番が決まるわけですけども、本当に今年はですね、ナンバーワンを目指しましょうという、そのためにはファン、サポーターの皆さん、これは長崎県だけの皆さんではなくて全国の皆さんの投票が必要だと思います。でビビ君はですね、ナンバーを目指すよという中でですね、優しくて素晴らしい性格を持ったマスコットでございます。その中でナンバーワンというよりもねってでも話しましてね、でもやっぱりサッカーというものをもっともっと盛り上げていく、その役割がマスコットにあるんだという中で、この総選挙で1位になるということは、やっぱりこうサッカーとかスポーツが持つ夢、世界平和のために、ね、素晴らしい世の中を作っていくためには、やっぱメッセージを強くするために1位を目指したいという、みんなでですね、そんな思いで、もう今日は皆さんに投票をぜひお願いしたいということでございます。例えばツイッター、LINE っていうのは1人期間中12日間で1回しかできません、ね、で私だったらツイッターで1回、LINE で1回期間中に、ね、2回投票ができるんですけども、実はこのちょっと見えにくいと思います税理部アプリがございます。税理部アプリだったらお一人様1日に1回投票できます。ということは20日から31日まで12日間で12回できるんですよ、私だったら。だから毎日12回ね、この税理部アプリから投票して、で LINE と Twitter で1回1回やったら14回投票ができるというですね。さあ皆さん、分かっていただけましたか？頑張れビビ君、目指せナンバーワン。